よ。うん、いっちゃんと一緒にね、お月様を見たかったの。ピアノどうして？違う、違うよ、いっちゃん。お礼を言うのは私の方だよ。またピアノを弾いてくれてありがとう。本当にありがとう、いっちゃん。Thank you.
さっきまであんなに楽しそうに遊んでいたのに、気がついたらもう寝てる。出して寝てたら風邪ひいちゃう。何かかけるものを。これでよし。かわいい寝顔。ほっぺたなんてぷくぷくしてて、夢でも見てるのかな。目が覚めた時きっとお腹が空いてるよね。だってあんなにいっぱい遊んでたんだもの。おやつ作っておかないと。あ、それとも簡単につまめるものの方がいいかな。よし、決めた。両方作っちゃおう。その方がきっと喜んでくれると思うし。ねえ、自分の子供ってやっぱり可愛いもの？どうした急に。なんとなくね、気になって。自分の子供ってやっぱり可愛い？まあそうだな。よく言う目に入れても痛くないくらい。さあどうだろうな。子供を目に入れたことはないからわからんな。もう例えばの話でしょ。ただまあ昔はその言葉の意味はよくわからなかったが、今なら理解できる。こいつらの成長を見守っていられるならきっとどんな痛みでも我慢できるだろうな。うん、だって素直じゃないんだもの。それなら最初からそう言ってくれればいいのに。我が子のためならどんな痛みだって我慢できるか。すごいね。本当だよ。目がかすむし、頭がぼーっとするし、体もあちこちが痛いし、はあ、おかしいな。昔は3日ぐらい徹夜したって平気だったのに。レイジももう若くないということよ。まあそうなんだろう。けどそういう君だって私と同い度。あらレイジ、何か言ったかしら。あのレイジちゃんがそんな話をするようになったんだね。その呼び方懐かしいな。あ、ごめんね、つい。いいんだ、ソラネちゃんにはいろいろ面倒を見てもらったから。ずっとずっと子供だと思っていたのに。目尻にシワがあるし、髪の毛にだって白いものが混じり始めていて、背だっていつの間にか私よりずっと大きくなる。昔の話を出されると恥ずかしいな。